道川市は中華人民共和国潜水省に位置する地球市。潜水省の北部に位置する。道川の旧省は道館であり、中心地が道水沿いであったことから道川と称されるようになった。夏院の時代には洋州に属し、新代には内踏み地に属していた。前155年。 全館により初めて同館権が設置され、左表翼に属していた。その後三国時代には、北地軍、北儀には、同館権が設置され、北州により、同館権と再度解消され、よろし州に属した。随等には、洋州慶長軍の管轄とされたが、高等の925年に、明る州の管轄とされると、新末まで同館権の名称が踏襲された。 中華民国が成立すると、行政組織の改変が行われた。1935年7月、同関権は再び道川県へと解消された。しかし、中国共産党側は、この解消を採用せず、1948年5月に、戦艦令変区政府のもとに、同関権政府を設置、1949年7月7日、同関権を、 解放した後に動画はと解消している。1958年4月5日、中華人民共和国国務院は、動画は県を動画は市へと昇格させ、さらに1966年8月1日に、地球市として改編され現在に至っている。古くから、石炭工業が発展していたが、近年の資源枯渇により、他業種への転換を目指している。東大の利休後、 当山菜の釜などの遺跡が市内に位置している。三四かつく、一県を管轄する。ありがとうございます。